おめでとう、未来のガイド。君は私にとっても大きかったこの挑戦をクリアした。おかげで私もこの物語を君に伝えられる。君の知る部族の伝説では、私はナタで一番のガイドということになっているかもしれない。しかし当初私はむしろトレジャーハンターだった。自身を証明する結果のため何も恐れず励んでいた。私は幾度も人が恐怖を覚えるような目的地にたどり着き、世にも珍しい宝物を持ち帰ってきた。これ以上ないほどの名声も手にした。だが当時の私はそれでも満足できなかった。私は新たな目標を見つけた。誰も達成したことのない挑戦。伝説の神秘の島は私の実力を証明してくれるだろう。だが今までついてきてくれた友人の多くは私の無茶な考えに疲れ果てていた。私に向けられたのは称賛ではなく勧告だった。もしかしたらこの旅は私一人で完遂するしかないのかもしれない。しかし幸いみんなは再び私の無茶を許してくれた。今までと同じようにみんなはいろんなアイデアを出して私を助けてくれた。たとえ命に関わることでも私はみんなになら託せる。みんなはいつも私を信じてくれた。たとえ大きな勇気が必要なことでも、今までと同じようにみんなと共に私はあの結果を見つけた。しかし金色の光は致命的な罠のようなものだった。稀有な鉱石が放つ光は周期的なマグマ噴出の兆しでもあったのだ。このまま命を懸けて進み続ければ己を証明できる結果を再び手にできるかもしれない。だがそれ以上に大切なものを失ってしまうかもしれない。心配いらない。私も結局君たちと同じ選択をしたんだ。今回名の知れた私ですら手ぶらで帰らざるを得なかったとみんな残念がった。だが無事生きているみんなを見て私は初めて満足感を覚えた。ゴールの前に私はもう一番大切な宝物を見つけていたんだろう。だから私はようやく得た宝物を守る場所を見つけ、この長い旅に終止符を打った。私にとってはここが神秘の島だ。